皆さんこんにちは、コインオタク編集長の伊藤です。本日も仮想通貨ブロックチェーンの最新の話題を皆様にお届けをさせていただきます。今日のテーマはですね、こちらでございます。仮想通貨は年金運用の銘柄に入れるべきではないについて解説をさせていただきます。これはですね、とあるニュースサイトでですね、レポートとして、上がっているものから、抜粋をさせていただいております。いわゆるですね、年金運用っていうものは、皆さん各個人とかですね、お勤め先の会社が代わりにとか、いろんな形で、年金の老後資金という形でですね、それを目的に資産を運用していると思います。主にね、確定拠出年金 401K のような形でですね、名前がついていると思うんですけれども、そこの銘柄に仮想通貨、いわゆるビットコインを含めるかどうかの議論があるんですね。で、これは日本ではありません。アメリカで起きている実際のお話です。で、これに対しての、予測通りではあるんですけども、入れるべきではないよというところがですね、非常に盛り上がってるわけですね。はい、絶対に入れちゃダメだみたいな勢力があるわけです。で、もちろん、入れたいなっていう人の気持ちはわかります。はい。それはね、今、日本でも同じで、ちょっと興味がね、出てきた。テレビでやってるとかね、インターネット上でよく話題になってる。あ、じゃあビットコイン仮想通貨、ね、儲かってる人もいる。やってみたいな、というふうに思うんですけども、年金運用に、そもそもそういうですね、なんか流行りすたりを入れるもんではないというような話になっております。で、これをですね、正確にお話をさせていただいて、じゃあ将来的にはどう着地しそうなのかという伊藤の意見も解説をしていきたいと思います。まずですね、反論の一番筋が通っている反論は何かっていうとですね、投機と投資というもので、お話をしております。これもね、日本でも仮想通貨の話をするとですね、それって投機でしょ、投資じゃないよね、みたいな話はあるんですけども、この投機と投資をすごく詳しく解説をしてるんですね。で、投機というものは価格変動に対してお金を張る行為、いわゆる上がるのか下がるのかに対してかける行為です。で、投資に対してはですね、価値の向上に対してかける行為であるというようなお話をしているわけですね。もちろんいろんな解説の仕方があると思うんですけれども、おおよそこのような理解でいいかなというふうに思います。で、投機的なものっていうのはですね、そもそもそれが価値が上がっていくかどうか関係ないんですね。要はその内容が何でもいいんです。例えばボールペン1本でもいいんですよ。そのボールペンが明日には200円になるね、じゃあその翌日は50円になるみたいなチャートを描いた時に、もうそれは投機対象になるわけですね。そういったギャンブルってやっちゃいけないんですけども、どうもとになっちゃいけないんですけども、どの時代もそういうのって、ちっちゃいね、ところでは出てくるわけですよ。で、ビットコインも世界を巻き込んでるんだけども、いわゆるこれは博打的であり、ただのギャンブルの一個だよねということを言ってるわけですね、その投機筋の方々は。で、投資、例えば、代表的なものはですね、不動産だったりとか株式、企業そのものですから、これっていうのは当然価値が上がっていく。例えばね、不動産だったらその街がどんどん発展していくとか、人口が増えていく、駅ができるね、ランドマークがあるとか観光客が来るとか、いろんな形で価値の向上がしてきますよね。で、そういったものに対してかける行為ですし、企業に関してはいい製品を作ってるとか、それが売れてるとか、そういったものに対して、かける。で、そのかけたお金がさらにその実際のですね、エコシステム、経済を回していくという形につながっていくわけですね。で、これの、いわゆる自分のかけたお金がですね、ただ単に、かけごとに消費されるのか、それとも価値向上に、寄与するのかというところが一番大きく違いますよというところになっております。で、この、投機の場合何がいけないかっていうと、当然ですね、その反論している人たちもですね、投機がダメとは言いませんと。自己責任ですし、その投機がダメだって言ったらですね、世の中のギャンブル全部消えてしまいますから、投機は、自分の中でやっていいんだよと。ただし、これアメリカのお話ですけども、200年前のですね、この年金運用の論争の時にですね、なんか裁判があったらしいんですけども、そこでは、投機は含めない。いわゆる年金運用で投機は入れてはいけないという判決があったそうなんですよ。200年前に。はい。で、それを持ち出してですね、だからダメだみたいな話なんですね。はい。もうここでだんだん分かってきますよね。やっぱりこう世の中どんどん変わっていきますので、当然ビットコインが一番最初は当然ね、投機的だった時もあると思いますが、今ほとんど経済活動に近いと思うんですよね。いわゆる投機だったものが投資に変わる瞬間もあるわけですよ。ね、それはもちろん我々今ね
あの仮想通貨界隈の人からするとですね、いやめちゃくちゃこれ経済活動貢献してるけどなっていう話はなるんですけども、まだまだ一般の方を取り込んでいませんので、その実際に使ってるシーンがなければ、投機にしか見えないという形になるんですけども、じゃあ今後ですね、例えばメタバースだったりとか、いろんな企業の活動がブロックチェーン上で、ね、実装されるってなった時に、まあ、仮想通貨決済が当たり前になるわけですよね。あの逆に言うと、あの普通の紙ベースの法定通貨だったらちょっとできませんという話になるわけですね。例えばこうね、LINE とかがあって、LINE、アプリですね、スマートフォンを持っていて、LINE というアプリを入れている、でこの連絡のやり取りアプリでやってるってなった時にですね、もうスマートフォン持ってないとダメなんですね。ガラケーに LINE が入らなかったりしますし、じゃあその私だけ手紙でくださいとかファックスでくださいはやっぱり通用しない話になってきて、どん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 テクノロジーっていうものが日常になってきて当たり前になってくるという形になります。それはもちろん価値生んでる行為になりますので、ビットコインは確かに誕生のところからね、まだ黎明期までおったらすごく投機的で誰も使ってないっていう形になるかもしれませんけども、すでにね数億人っていう単位がどんどん使ってきて、じゃあ人口比でですね何十パーセント以上の人がもうブロックチェーン使ってて、ビットコインイーサリアム使ってるよねってなったら、それはその経済圏に対する投資にもう進化していくという流れになると思います。なので今はね、あのそのどっちにするべきなのか、入れるべきなのか、入れるべきじゃないのかっていうのが議論されてますけども、まあシンプルにですね、このままいけば金融商品化されるでしょうというところと、まあ年金運用にもあの適している形になるんじゃないかなというふうに思います。でこれはですね、あの投資を推奨しているものではなくて、今後のテクノロジーは全てそうなると思います。例えば今我々はビットコインに価値があるっていうのはなんとなく腑に落ちてると思うんですね。これを見てる方は腑に落ちてると思うんですけども、じゃあ NFT はどうですか、メタバースの土地はどうですか、特にね、じゃあメタバースのアイテムはどうですかとかってなってくると、いやビットコインはいいんだけどメタバースはまだ価値ないでしょとか、いやいやいやビットコインと NFT はもう雲泥の差でっていう風な話になった時に、それはもうさまつな違いでしかないわけですね。なのでだん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 今はこれは価値ないんじゃないか、これはいくらなんでもやりすぎなんじゃないかっていうふうに思ってるものが、将来的にはどん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 価値がね、できていく新しい流れっていうのは出てくると思います。もちろんその中であの投機的で、実際に価値が作れずになくなってしまったっていうものも出てくると思うんですけども、このブロックチェーンのマーケットにいると新しい概念は本当に毎年のように出てくるんですね。で毎年のようになんかこうこれって大丈夫なのかなって言ったものがすごく跳ねるみたいな世界になっているので、まあ意図的には楽しいんですけども、やっぱりこうその波に乗り切れない方とか、怖すぎるリスクが大きすぎると思っている方はもう全て行われていることは全て投機にしか見えないという状況になると思います。なのでこのチャンネルではですね、なんか新しいものであればあるほど、要は世の中で理解されないものであればあるほど、できるだけこう伊藤の言葉でですね、分かりやすく皆さんにお届けをしていきたいなというふうに考えております。まあビットコインがですね、年金に入るかどうかの前に、そもそも年金の前にやらないといけないのは ETF の承認ですから、まあアメリカでですね ETF の承認、ビットコイン ETF の現物の承認ができたらですね、多分そのままなだれ、もう雪だるま式にというかですね、なだれ式にこれガーッとですね、どこの証券会社とか、どこの資産運用会社でもですね、ビットコインが取り扱われるんじゃないかなというふうに期待をしております。はい、本日の動画は以上とさせていただきます。いかがでしたでしょうか。本日のお話が参考になったという方は高評価ボタンを押してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お相手はコインオタクの伊藤でした。またね。